上空から見たアルバータ大学のキャンパスアルバータ大学はカナダアルバータ州の州都エドモントンにある州立総合大学である。1908年にアルバータ州初代州知事のアレクサンダー・キャベロン・ラザ・フォードとアルバータ大学初代学長となった教育者のヘンリー・マーシャル・トーリーによって設立されたカナダの総合大学の一つ。学生数は3万7000人を超え、 世界約133カ国から2500人の留学生を受け入れている。メインキャンパスはノースサスカチワン川を挟んでエドモントンのダウンタウンに隣接する市街地にあり、ノースサスカチワン川南側の50ブロックの敷地に広がる90以上の建物からなる。茨役理学、工学、科学、生物学、経学部やビジネススクール、地質学、森林学、 淡水生態学、環境経済学、ナノテクノロジー等の分野での研究、活動が盛んである。カナダの首相や数々の政治家、最高裁判所長官、作家等の著名人を輩出している。カナダ国内大学ランキングでは5位以内、世界大学ランキングでは100位前後を維持している。1908年に設立された。オールドアーツビルディング、ユニバーシティ・オブ。 アルベルタキャンパス、キャンパス内には国立ナノテクノロジー研究所が設立され、他国からの研究者も訪れる。アルバータ大学でもベンチャー企業、新規特許を目指す活動が行われ、学生も様々な社会人と触れ合う機会がある。アルバータ大学は学部教育に力を入れており、学部での教育実績がカナダ国内で最も優れている教授に授与される。 サ m Teaching f e l l o w s h i p の歴代受賞者は28名。図書館の評価も高く、カナダの大学図書館ランキングでは第2位の評価を受けている。学部の授業、ラボでの指導が必修となっている。また、近年は世界各国からの留学生を積極的に受け入れており、外国人留学生を対象とした大規模なオリエンテーショントランジションズが、 毎年盛大に行われるなど、留学生がカナダの地で安心して学生生活を送れるよう充実したサポートプログラムが用意されている。また、インターナショナルウィークやインターナショナルフレンドシッププログラムなど、国際交流や異文化理解の促進を目的としたプログラムも多数ある。世界中の留学生たちが共に生活する学生寮もある。 ザメカニカルエンジニアリング・ビルディング、小市人房、プロフェッサー・オブ・メディシン・イン・ダー・モット・ラジー、新治・横山、プロフェッサー・オブ・メディシン・イン・エンド・クロノラジー、アンド・メタボリズム・トール・タテノ、アソシエート・プロフェッサー・オブ・メディシン・イン・エンド・クロノラジー、アンド・メタボリズム・タカヒコ、マスダ、プロフェッサー、デパートメント・オブ・サイコロジー・マッサヒト・オーバー、プロフェッサー・オブ・デアリー・ニュートリション・アンド・マネージメント、マサヒロ渡辺・ワタ アソシエートプロフェッサー、デパートメントオブファイナンスよし、おの、プロフェッサー、イーストアジアンスタディーズ、シンタローコーノ、アシスタントプロフェッサー、ファカルティオブコニージーラジー、スポーツ、アンドレクレーションサトルマサムネ、マサムネサトルオーガニックケミスト、https, academictre.org スラッシュケミストリースラッシュツリー php? ピドイコール54222ありがとうございます。